応言っとくけど、社内恋愛がダメっていうルールはないから。え、あ、いや、誰でも気づく。俺はもういい。これでいい。これでいいんだ。まあそういうことだから。ずっと好きだった。もう一度さ声を聞かせてよ。じゃあまた明日。夏の日のカレンダー。